ダンメは、ベルギーのウエストイコールフランで練習に属する自治体。州都、ウルフヘから6キロメートル北東に位置する。フランス語名はダム。ダンメ首とフケ、ラップスウレ、ムールケルケ、オーストケルケ、シセレ、フィフェンカペレ、シントリタの各町からなる。自治体として、の人口は2006年1月1日時点で1万899人。 面積は89.52平方キロメートル、1平方キロメートルあたりの人口密度は122人。13世紀、江川でブルフヘとつながっていた、断面はブルフヘの石書であった。川は後に直線化されて、運河となり、両岸には並木が植えられ、オランダとの境までつながった。市街は星型をした要塞で、現在でも背の高いポプラ並木やゴーニ。 それが見て取れる。1213年5月30日と31日には、この地でイングランドとフランスが戦った。現在は、グルメやボート観光で人気があるが、とりわけ、本の街として知られており、本屋や本のバザーが多い。ありがとうございます。